第9レーン竹下雄貴君早稲田大学。きちんと静止されませんでしたので警告が与えられます。6レーン久喜君、そして第2レーン川村君あたりがほぼ並んでフィニッシュです。男子ハンマー投げの決勝、男子棒高跳びの決勝はバーの高さが5メートル21、2回目のご跳躍に入っています。10秒3号、そして3着川村颯太君、水野。